バイタロニーズ・サリング・ポロニ・オプティ・シリブリ・デサムの表紙ウィテロは13世紀ポーランドの修道士、神学者、物理学者、自然哲学者、数学者である。1230年頃におそらくレグニッツァで生まれ、1280年より、あと1314年より前に死去した。ウィテロはポーランドの哲学の歴史では重要な人物である。月には、 彼の名前にちなんだウィテロというクレーターがある。ウィテロの母は、ポーランドの貴族の出身で、父は、ドイツのチューリンゲン州からの移民だった。彼は、自身のことを、ラテン語で、サリンガラムイポロノラムフィリアス、つまり、チューリンゲン人とポーランド人の息子と呼んでいる。彼は1260年頃に、パドバ大学で学び、その後ビィテルボに移って、 アリストテレスの著書の翻訳者である、ウィリアム・オブ・モアーベックトであった。1270年から1278年に書かれた、現存するウィテロの主要な著書であるペルスペクティーバは、ウィリアムに捧げられている。で、ペルスペクティーバの原稿のページと著者のウィテロ・ウィテロの、ペルスペクティーバの多くの部分は、アラブ人の博学者、イブン・アル・ハイサムに基づいており、 ヨハネス・ケプラー等の後世の科学者に大きな影響を与えた。ウィテロの工学に関する説明は、アルハイサムの北ブあるマニジャーのラテン語版と対応するところが多く、どちらもフリードリ・ヒライズナー版のオプティシシソーラスに収録された。ウィテロのペルスペクティーバは、ルネサンス期の遠近法の理論にも大きな影響を与えた。ロレンツォ・ギベルティのコミンタリオ・テルツォは、 ペルスペクティーバのイタリア語版に基づいている。ペルスペクティーバには、プラトンの刑事上学についての議論も含まれている。ウィテロは、知性と肉体は因果律でつながれており、神の放つ、光の形で神から生じると主張した。ウィテロにとっては、光そのものが、すべての実在の始まりであった。光に対する彼の観点は、アルハイサムのものと近かったが、 ロジャー・ベーコンの考えとも似ていた。ペルスペクティーバでは、彼の以前の他の分野の研究も引用されている。その多くは幻想にしていないが、デナトゥーラ・デーモヌムとデプリマリア・コーパエニ・テンチアへは、復刻されている。ウィテロは他にも、今日で言う連想や、潜在意識の概念と近いアイデアを含む、心理学の論文等も書いている。ありがとうございます。